どうも、酒農家の竹馬です。前回ロータリーの動画を皆さんにお届けした時に、次は天地返しっていう作業をするっていうお話をしたと思います。なので今日は天地返しをしていくんですけども、まあそれと一緒に天地返しに使うトラクターと、その天地返しのための機械も一緒に紹介していきたいと思います。それでは本日使用するトラクターと機械をここに持っていきたいと思います。それがこちらです。ニューホランドの6640とラズウェルっていう会社の3連プラウになります。それではちょっと各部の方を細かく見ていきたいと思います。このニューホランドの6640なんですけども、85馬力の4駆のトラクターになっています。このトラクター、うちの牧場では珍しく畑作業するトラクターの中で唯一のキャビン付きのトラクターになっています。ちょっと年式が忘れちゃったんですけども、確か1996年から1998年ぐらいにかけて販売されたトラクターだった気がします。はい、そしてこちら後ろについているのが、プラウという作業機です。このプラウっていう作業機が天地返しを行うための作業機になっています。天地返しっていうのは、こう今地面が見えていると思うんですけど、この地表に見えている土と下にある土をひっくり返して入れ替えるっていう作業のことを天地返しって言います。なんでそんなことする必要があるのかっていうと、作物育てていると、その上の方の土がですね、肥料成分とかが少なくなって弱い土になってしまうので、それを下にすき込むことによって休ませるという効果があります。プラウの構造なんですけど、こうやって白い土を返す部分がついていまして、今こう見ると正面に向かって進行方向になるんですけど、この機械が進むと、この角度から見ると左手に土がどんどん返っていくという仕組みになっています。で、ここの前にディスクがついていて、土に地面に切り込みを入れるんで返しやすくなっています。このプラウ3連なんですけど、実はうちが持っているのって2連までしかなくて、このプラウは隣の酪農家さんから借りてきたものです。ついでに6640のキャビンの中もちょっと説明していきたいと思います。今まで紹介してきたトラクターの中でまず違うとこなんですけど、まずクラッチですね。この6640のクラッチは電子クラッチになっているので、すごく踏み込みが軽いです。他のやつは重たいんですけど、軽いので足が疲れにくいです。ギアもちょっと違ってですね、まあまずこれが副変速、主変速で前進バックの切り替えなんですけど、主変速がボタンで、ここにウサギとカメが見えますよね。これでここの 1,2,3,4 で前に倒すと 5,6,7,8 っていう風な8段階で調整することができます。なので 2×8 で16段変速の変速仕様となっています。油圧の操作に関しては5640と変わりません。ここにポジションコントロールレバーがあるのは一緒ですね。はい、そして PTO のスイッチがあります。後ろの作業機の高さとかそういうものを操作するのに、ちょっとこういういろんなダイヤル類がついています。まずこれですね。これで作業機の下がるスピードを、下降するスピードを調整することができます。で、この横は、まあ、99って書いてるんですけど、作業機をどこまでの高さ上げるかっていうのを調整します。例えばここまで設定すると、ここに作業機の上げ下げのスイッチがついてるんですけど、上げにしたときに自動的に50の高さまで上がるっていう仕様です。そしてこれはドラフトコントロール。ドラフトコントロールはプラウを使うときに調整するダイヤルですね。で、あと上の方にはオーディオとエアコンがついています。言うてもキャビン付きのトラクターはエアコンがついてて快適で最高ですね。
した。最後ら辺とかすごい雑なんでお見せできるような感じじゃありませんでした。すいません。今回使用したプラグは、まあ、見てもらったから分かると思うんですけど、一方方向にしか返せないんで、行ってバックしてまた戻って行ってバックして戻るっていう感じなんですよね。もっと広い面積耕している方とかは、上と下にこう返す板がついてくるって回転するようなシステムのプラグを使っている方なので、それは往復行きも返せる、帰ってくる時も一回回転させてからくるって返せるっていうようなプラグを使っている方もいます。まあ YouTube で動画探してみたらあると思うんで、興味のある人はぜひ探してみてください。はい、というわけでプラグもかけ終わったんで、電動コーン植えるまであと少しです。植え付けまで動画にしたいと思いますんで、ぜひその時の動画も見てください。それでは今日の動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。